クシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回は朝倉未来が宣伝しているミクルハウスがですね、詐欺だった件についてお話ししたいなと思います。本当ね、ひどい話だなと思いました。で、オニマルホームさんがですね、作っている家はですね、素晴らしいと思うんですよ。で、ミクルハウス自体はね、結構イケてると思うんですよ。だから僕も買ったんですけど、キャンセルしました。でね、まあ、どこが詐欺だったかっていう話なんですけど、あの YouTube にね、アップされた動画の中で、オニマルホームさんのね、あのミクルハウスを買ったね、ご夫婦かな、カップルかなが朝倉未来と一緒に写真撮ってたじゃないですか。ね、これね、完全に詐欺ですよ。というのも、最近ね、あの朝倉未来がカジサックとコラボした動画の中でも、俺は簡単に写真撮らねえみたいなこと言ってたんですけど、簡単に写真撮ってるじゃないですかね。で、しかもなんかめんどくせえとか言ってたのに、すごい愛想よくね、写真撮ってサインもいりますかみたいなことやっててですね、もう完全に詐欺だなと思いました。でね、僕あの東京住んでるんですけど、よくね、朝倉未来に会うんですよ、コンビニとか行くとね。で、その時に、あのすいませんって、あの僕アンチなんですけど、あの一緒に写真撮ってもらえませんかとか、あのサインくれませんかって朝倉未来に頼むと、あのめんどくせえって断られるんですよね。で、あのアンチには厳しくて、家を買ったファンには優しい、これも差別だし、でもう詐欺だと思うん で僕はもうあのキャンセルしました。まあ、なんでオニマルホームさんの家はめちゃくちゃいいと思うんで、あの朝倉ね、ミクルハウス、ミクルハウスは全然いいと思うんだけど、朝倉ミクルはね、もう終わってるなと思います。はい、今回以上です。クッシュ。